青っ鼻のトナカイ、トニー・トニー・チョッパー。彼は人々の身を食べ、人でも獣でもない姿となったために、トナカイの群れからは追われ、人里に降りれば化け物と銃を向けられた。そんな彼を唯一恐れず平等に接してくれる人間がいた。ドクター・ヒルルク。人々からヤブ医者と呼ばれ、それでもなお病んだ国を治療しようとした男。傷ついたチョッパーを助けたヒルルクは、チョッパーを息子と呼んで共に暮らし始めた。初めて家族の温かさを知ったチョッパーだったが、幸せな生活は長くは続かなかった。不治の病に侵されていたヒルルクは、医療の独占によって国を支配しようとするドラム国王ワポルに最後まで逆らい、反逆者のレッテルを貼られたまま世を去ってしまったのである。それから間もなく、ドラム王国は海賊団の襲撃を受けるとかなわぬと見た国王ワポルは、民を見捨てて真っ先に逃亡。こうしてドラムは王のいない国となった。一方、自分の無力を悟ったチョッパーは深い悲しみを抱えながらも、ドクター・ヒルルクの意志を継ぐことを決意。医者として最高の腕を持つドクター・クレハに弟子入りし、医術の習得に励んでいたのだった。何が悪いのかわからない。何を恨めばいいのかもわからない。ただ仲間が欲しかっただけなのに、化け物と呼ばれる。もうトナカイでもない、人間でもない。あいつはね、そうやってたった一人で生きてきたんだ。お前たちに、あいつの心を癒せるかい？待てこら！そこにいたか、トナカイ！やっほー！ま、待てよ。あいつ、さっき喋ってなかったか？ん？そういや、あいつ、二本足で立ってたような。化け物だ！なんだありゃ、二本足で歩いて、トナカイで、モコモコで、チビで、でかくなって、化け物で。いいやつだ、面白い。サンジ、あいつ仲間にしよう。ほら待って、化け物、俺たちの仲間になれ。キャーハー。あれ、この匂いはワポル。大変だよドクトリーヌ、ワポルが帰ってきた。そうかい。ん？なんだあのドクロの旗は。ドラム王国の国旗はどうした。この城はね、ヒルルクの墓にしたんだ。お前らのような腐ったガキどもの来るところじゃないよ。ん？だな、ドクター・クレハ。出て行きな、この国から。もうドラム王国は滅んだんだよ。墓？あのバカ医者の墓だと？まあ！笑わせるな！は？あいつ！雪国名物！若造！あいつらを知ってんのか。海賊邪魔口だ。この島に来る途中で俺たちの船を追おうとしたんだ。冗談だ。俺様はこの城の主、王様だ。麦わら海に吹っ飛ばされて、俺様がどんなひどい目にあったと思ってる。
知るか。お前らムカつくんだ。アグーか。伸びるな。ゴム人間だ。なんだそれ。化け物さ。ドラム王国憲法第一条、王様の思い通りにならんやつは死ね。これがこの国のすべてだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえよ。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクラマークに。おい、邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。なあ。そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも折ってやるぞ、そんなカバハタなど。避けろ、危ない。お前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。人目カバめ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな。これは命を誓う旗だから、冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。これが海賊。すげえ。おい、トナカイ。俺は今からこいつらぶっ飛ばすけど、お前はどうする？ドクターはこの国を救いたかったんだ。だから俺はお前たちを城へは入れない。あのドクターの信念は絶対に下ろさせないぞ。ランブル！お前らを許しても。スコープ！